はい、どうも。今日はね、ちょっと代表で、パン。これ偽物のパンなんですけど、これでドッキリしようかと思って。で、これが偽物の袋。だから、つまり、この袋はお店の袋で、偽のお店の袋で、で、偽のパンをこの中に入れて、で、まあ、カミティ、まあ、後から来るカミティを、まあ、ドッキリ、まあ、騙すことができるかっていうのをやってみようと思います。だから実際これも、まあ、ダイソーで買ったんだけど、まあ、適当なハッピー&スマイルっていう、まあ、よくわけわからん名前だけど、これを店の名前っていう、まあ、そんな感じの設定でこうカミティに説明して、まあ、なぜ騙せるかっていう、まあ、見た感じなんかお店の名前みたいな。ね、なんか、ハッピースマイラー行ってきたよ、みたいな。で、それでうまいこと騙せるか。これ入れてね。うん。で、かけてやろう、みたいな感じで。説明して、で、まあ、どこで気づくか。それをね、やってみようと思います。とりあえず、切ります。やりめっちゃリアルだよめっちゃリアルだよいやこれめっちゃリアルやほらほらこれ絶対わからんやろしかもさカミティさちょっと見て見てしかもさあいつさ金持ってないけどさなんかすげえこれ高いの好きやんだけどさどんどんくっすぐ食いつくかなって確かにちょうどいいかな絶対これ見たらさよし食べようみたいになるかも、うん、マジでみたいな、うん、しかもタラでこれあげたらさあ、タラでね、うん、タラに気づくじゃん確かにだろタラにないからそうそうだってめっちゃうまそうだよ見た感じあー、ね、これ買ってきてよって言ったらさ絶対これほらめっちゃうまそうだよでもなんか見た感じさ普通にさ店で買ってきたって絶対通るよねああそうそうそうでこれにこのままねこれにね入れますここに入れますハッピーアンドスマイルいかにもパン屋で買ってきたからパン屋ね、うん、いかにもパン屋で買ってきましたよみたいなそうそう、まあ、実際ねダイソーで買ったんだけど全部いい感じ、うん、でこれでまあちょっとパン買ってきたよみたいなはいだからハッピー&スマイルでパン買ってきたよみたいな感じでいきますであとちょっとカメラどっか仕掛けて隠し撮りしてでカミティこっちまでまああと来るからちょっとうまく説明してドッキリやってみようということでカメラをね、うん、仕掛けましたカメラうんちょうど隠れてる感じでああ、ね、そうだねちょっと、うんで、カメティこう座ってもらって座ってもらってで、こうパンがあるからパンだねで、ちょっとうんハッピー&スマイルねそう、うん、パン屋さんの名前パン屋さんな、うん、ハッピー&スマイルで、パン出して、うんまあ、食べてもらう食べてもらう、うん、で、うまいことを、うん、こう騙せる騙せることはね、うん、美味しそうやからねそうねで、カメティ今どこなんあ、そうね、ちょっとね、電話してみろ引いてみてや今どこかねちょっと待ってよもしもし、おかみき、今どこおる？ああ、あと1分？了解了解、うん、待っとくわ。うん。場所わかるよね。うん、はい、うん。分かった、はいはい、じゃあね、いい。
一応もう行ってるから。まだ行ってるってこと、うん、一応場所は行ってるから、一応。待ち合わせ？そうだね。時間のね、うん、問題は。さあ、どうかね。でも、どうかな、バレ？わかんない。でも、でもさ、すげえさ、このパン、リアルよね。まさね。俺、絶対わかんないと思うよ。いや、いいと思うけどね、うん、これかな。ハッピーアルスマイル。おお、お、来た来た来た。おお、来た。おお、オッケーオッケーオッケー。場所分かんなくて。言うても、ここの建物結構広いやん。いや、なんなんその T シャツ。ん、まあ、まあ、たまにはね、たまにはイメチェンとして。イメチェン。似てもないやん。イメチェン。いや、まあ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 。まあ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 。まあ、ということでね。どうしたの？いやいや。今日ね。パン買っていいや。パン買っていいや。パンやん。何？ハッピーアンドスマイルっていうあのパン屋って俺今日誕生日だったっけ。いや違う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 、だからちょうどあの新規オープンしたんハッピーアンドスマイルっていう。ああ、食べログで行ってきた。豊富で。あ、豊富。そうそう、豊富食べログ結構予算かかったん。よく俺買った。あ、そうそう、うん、あの熊のマークのパン屋。ああ、うん、でパン買ってきて、でまあみんなで食べようかなと思って。ああ、ええね。うん、いやね、今日何も食べてないからね。あ、そうなん。腹減ってたな。まあ、いつもなんか気持ちいい思いしようかなと思って、まあ、いやいやいや、冗談冗談。で、まあ、あの、あの4つ買ってきたんよ。ああ、うん、まず1つはこれ。おお、なんかめっちゃうまそうやん。やろ、4つあるけど、とりあえず並べる。惣菜パンと、まあそういう普通のやつとまあこれ、まあ1個。だから4つあるけどさ、まあ、分けてさ。もしかしてじゃんけんで決めるっていう感じ。そうだね。まあじゃんけんでもええけど、まあ、せっかく、まあ、まあ、予算どうする？どれする？いや、俺は、まあ、だいや食べていいよ。もう、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 まあ、逆に、あの、何が食べたい？どうやろうね。あ、でも、なんか普通にこれうまそうよね。ああ、ね。これは何なんやろ？フルーツタルトみたいな。フルーツタルト、まあ、スイーツよね。お、スイーツ。うん、でこれはなんかさつまいもの。さつまいも、そう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 。そうそうそう。ハッピー&スマイル。これ良くない？これ。どこあったんやね、こんな。そうそう。うまっそう。とろみ、とろみ。へぇ、あ、とろみ。とろみ。とろみにそんな店があったんやね。そうそうそう。とろみ？もう、これ、パン屋さんだよね。パン屋さんやね。なんかね。で、今度あの、食べログでさ、あの、動画投稿するから、アップするから。あ、行こうや。そうそう、行こうやね。ほんと、美味しそうやね。予算もね、近いから。そうそう、近いから。行きやすいやろ。そう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 。ハッピー&スマイル。うん。で、とりあえずこれ、あの、食べてみていいや。だったら。あ、そうだね。うん。食べて。俺らは別に、うん。これ、俺これしようかな。うん。予算これしいよ。これしよう、これしよう。予算それで。これしよう。うん。なんかその、照り焼きみたいなのが挟んである。そうそう、美味しそうやろ。うまそうやね。うまそうやな。それでもよかったそうだ。うん。そうだ。ええよ。もう一個どうする？もう一個は。あ、ギリ。食べる。食べる。あ、そうしようか。とりあえず食べてさ、感想を聞かせて。ああ。うん。とりあえず食べて。これなんか、紙が外れないんですよ。え？そう。外れるよ、ほら。外れるよ。いや、なんかこれ。あ、頭の。もうちょっと、ちょっと、近いやんと外れるかもしれない。だから、これ。大丈夫？腐ってない？いや、腐ってないやろ。腐ってないよ。なんかちょっと変な匂いがするけど。食べてみ。あの、日光に浴びちゃったから、日光に。だけど、あの、くっついてる。あの、ゴムの匂いがするんやけど。いや、そんなことない。あ、こっち、こっち食べてみよ、こっち。こっち、あっからほら。こっちほら。あー、そうそう。あ、そっちは、まあ、あの、これ、パンの食感じゃないんやけど。まあまあ、ちょっと、まあちょっと、味をね。ちょっとまあ、そういうパン、そういうパンやりたいけど、まあ、新規オープンでさ、まだちょっと。ちょっと、ここちょっと口に入れてみたら、これ。おもちゃだよね。いやいやいや、おもちゃだよ。おもちゃじゃないって。食べる？いや、ちょっと一口食べる。いや、無理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 。一口。一口。一口食べる。はい。あの、味がしない。味がしない。嘘や。そう。マジで？マンパンやん、これね。ちょっと待って、すごいよ、これ見て。お前、これだ、あれだろう。100均で買ったんやろ。100均で買ったんだろう。
え ?100 均にこんなの売ってねえな。ちゃんと買ってほら。うちらも言われてもらえる。絶対こんな店ないやろ。分かった分かった分かった。じゃあ、洋さん食べてみて。いや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 、ヨガさん、ヨガさん食べていい、食べていい、俺、うん、いや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 、食べるんやろこんなん。ヨガさん、はいはい、あ、待って、うん、どう食べるの、うん、その証拠、少年証明すらやったら、うん、いや、食べるんやろこれ無理やろいや、無理やろだって、どれか、いや、無理やろ、あの硬いんですけど、フルーツ硬いんですけど、見とき、食べる、うん、しかもさ、ちぎれん、パンがちぎれん、パンこれ、これ待って、パンじゃねえぞこれ、パンじゃねえぞこれ